バターを塗ったクランペットクランペットとは小麦粉と酵母で作る塩味のまたは甘い軽食パンである。クランペットは主にイギリス及びイギリス連邦諸国で食される。クランペットはアングロサクソン人が発明した。初期のクランペットはビクトリア朝の酵母を使う柔らかいスポンジ状のクランペットと異なり鉄板で調理した硬いパンケーキであった。 ミッドランド地方及びロンドンのクランペット製造業者は公募生地に追加のベーキングパウダーを加えることにより特徴的な穴を作った。クランペットという言葉自体は巻いたケーキを示し、またブルターニュ半島の薄く平面のケーキを意味するクランプズ及びウェールズのパンケーキの種類クリーンパグまたはクリーンポットと関連したケルト人起源かもしれない。 しかしながら、多くの英単語は、他の言語と共通の継承を持つため、曲がっているを意味する類似したドイツ語のクラムと語源が同じかもしれない。クランペットは、通常丸い形だが、長方形の種類も存在する。独特の平たい表面に、小さな気候があり、弾力がある少し柔らかい歯ごたえで、浸透性が高い。クランペット自体に、 風味はなく、一般に温めて、トッピングを乗せて食される。他の一般的な添え物には、蜂蜜、ポーチドエッグ、ジャム、マーマイト、塩、マーマレード、ピーナッツバター、チーズスプレッド、ゴールデンシロップ、レモンカード、メープルシロップ、およびベジマイトがある。オーストラリアおよびニュージーランドでは、通常のトースターで焼けるようにした、正方形のクランペットが、 スーパーマーケットで販売されている。パイクレットはクランペットに似ているが、より薄く、穴がなく、形状も様々である。しかしながら、パイクレットの意味は、地域で異なる。イギリスのオルバーハンプトン付近では、伝統的に穴のないクランペット、マフィン、または他のティーケーキを示す。イギリスの他の地域、オーストラリア及びニュージーランドでは、 スコットランド風パンケーキを示す。スコットランドのパンケーキの後の折り曲げたスコットランドのフルーツクランペットスコットランドのクランペットはスコットランド風パンケーキと同じ材料で作り直径が約180ミリで厚さ8ミリである。そのまままたはフルーツクランペットはレーズンと共に焼き食前に再加熱はしない。添え物はジャム。 ベジマイト、マーマイトである。膨張剤として、通常ベーキングパウダーおよび様々な割合の卵、小麦粉、牛乳を混ぜて緩い生地を作る。パンケーキと異なり、片面のみ茶色になるまで焼く。これにより、鉄板で焼いた、濃い側は滑らかで、薄い側には調理中にできた表面の気泡の穴が、できる。これが、イングランドのクランペットと、わずかなある意地となる。 これは、スコットランドのパンや、喫茶、カフェの通常のクランペットであるが、スコットランドのクランペットに加え、イギリスのクランペットもスーパーマーケットで販売されている。シトイピタは、ベンガルが発祥の塩味のクランペットである。このクランペットの形状は、製法の相違により、イギリスで食されるものと異なる。ありがとうございます。